リベンジ失敗です。よし、ありがとうございました。3ヶ月前に1回やってたのが、ね、多分ちょっと前よりのラリーが、確かに前よりもそう、僕は岸さんを知ってたっていうのが今日ちょっと大きかったかもしれないですね。それは僕に関しても言えることです。でもやっぱ自力の差がやっぱりあると感じます。どう考えてもこう会場とか勝てるところがないから、そうなるとやっぱりこっちはリスクを負ってちょっとご利用しに行くしかないんですよね。特にやっぱバックバックに全開とか、やっぱすごいこう打点が速くて、こうこっちギリギリ回り込めないぐらいのタイミングで打たれてるんで、もうこっち詰まっちゃいます。ああ、なるほど。嬉しいですね、それ言っていただけると。でもどっち来るか分かんないです。なんかコースが読みづらいです、すごい。だからなんか守れるかなっていう感じで待ってるんですけど、結構逆疲れて、そこから後ろに下がらされちゃってるんで。いやでも、一本逆をついた時って、普通の一般人の巡り合ったら、もうそこで終わっちゃうんですよ。はい、でも、やっぱ逆をつかれても、こう、一本必ず返す。ああ、嬉しいですね、逆伝されて言ってもらえると。ありがとうございます。ぜひまたよろしくお願いします。また、あの、鍛えて必ずリベンジしていきます。よし、負けないで。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よし、嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。Oi! Oi!